わーしゃわーしゃわーしゃが大座丸でわーしゃでわーしゃでヒット下がってきてもらえますか。あ、大丈夫です、大丈夫です。魚さえ感じたら全然大丈夫。あ、下がってきてください。大丈夫ですよ、ゆっくり装着ないように。あ、ほんでお客さんたち前へお願いします。こっちで、あ、こっち行きますか。よっしゃー、やったれ。 YouTube で見たそのままじゃないですか。そうゆっくりここでバラしたらワーシャに、ワーシャに申し訳ないですよ。落とすよ、道具だけはいいんで。いやいや、道具も大事ですよ。こっち来ましょうか。はい、いいですよ、ゆっくりでいいですよ、ゆっくりで。あ、オッケーです、オッケーです。大きいハマチですね。オッケー、オッケー、よっしゃ、よかった、やっとる。オッケーです。あ、ありがとうございます。大きいハマチみたいな感じですね。オッケーです。ステラが増えるってやつ。ステラ褒めた。ああ、どうもどうもどうも、おめでとうございます。おめでとうございます。やったね、やったね。ちょっと待って。やった。わーしゃ。これは思うかな。ちょっとね、ペラがあるんでね、気をつけてね。申し訳ない、一回ちょっとくぐらさせてもらってもいいですか。はい、すいません、次上げた時でいいんでごめんなさい。ちょっとくぐってこう、ちょっと大回りしてもらって申し訳ないです、すいません、ごめんなさい。でこっちで行きましょうか。お客さん、あ、どうぞどうぞ、こっち降りて、どうぞ。まあ一応油断しないように、あの竿絶対あの振らんといてくださいね。ドラグと竿でいなしてください。わかんないですからね、はい、上げるまでわかんないですから。巻いて竿を振っちゃうとバレちゃうんで、竿を固定させてもうドラグ出せばいいんで。ステラ吠えてば、あー、あかん、あー、バレた。ちょっとぽかったな。あ、そう、サワラっぽい、うん、ぽいぽかったっすね。青物は吸い込むんでほぼほぼ貫抜きにかかるんで、サワラは真ん中を食うんで、プラグで言うと真ん中の針に食うんで、だからやっぱバレやすいです。難しいですよこれ今ね、くぐっちゃった。あー、後ろだな。うん、ちょっとね、アゲンストっていうの、風向きが違うけど、でもあっちの方角投げてればその周囲にいるんで、周囲にいるんで大丈夫です。頑張りましょう。ちょっと静かになってまた浮いてきた感じです。おっしゃ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 、巻いて巻いて、竿振っちゃダメだよ。いいよ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 、ドラグは自分で締めて、で絶対竿振っちゃダメだよ。で脇に抱えなくていいよ。うん、そう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 。で竿をあんまり立てないでね、ドラグでいなして、巻いて、竿をこうやって振っちゃダメだよ。 OK、 ゆっくりね、いいよ。ここら辺持ってもいいよ、竿の。いいよいいよ、やったね、さっきのリベンジ。ほんまっす。うん、
わかんわかんよ。バタバタするでね。バタバタした時にバレるで。気をつけてね。オーケー。ブレード釣れるな。今日はブレードデーや。今日ブレードデーです。今日ブレードデー。なんか最近ブレード結構上がってます、ね。あ、上がってるけど、あんまり使いたくない。あのバレると悔しいから。バレやすいんでね、絶対気をつけて。あのボディが振っちゃうもんで、シングルフックが返っちゃうんですよ。だから気をつけてね。ゴリゴリ巻いてラインを出すって感じ。おお、サワラじゃないのこれ。いや。あ、そうやった。シルエットがシーラっぽいような感じ。え？いいよいいよいいよ、ゆっくりでいいよいいよ、ここまで来たらゆっくりでいいよ。いいよ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 。竿あんまり立てないでね。いいよいいよ、こっちこっち来て。あ、もうだね。よし、オッケー。いいよいいよいいよ、ゆっくりね。いいよ。ちょっと待ってね。はいはいはい、やっとー、よかったー。ドラグ、あ、ベール、はい、しますね。はい、オッケー、イエーイ、やったよ。イエーイ、いいね、やったよ。おめでとう、おめでとう。あ、じゃあ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 、いいよ、さっきの教訓で。うん、リールはゴリゴリ巻いて竿でいなす。竿は絶対振っちゃダメだよ。バタバタ振ると正体見るまで分かんないからね。ゆっくりでいいんで。で、急にグッと引いたら焦らないでドラグでいなす。オッケーよ。いや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 、そういうバタバタするときが尻尾に当たってたりいろいろするもんで、ラインが斜めに出たりすると尻尾に当たるときとかいろいろあるんで、いくら青物でもその時にバレるんで、テンションが緩むんで。だから絶えずリールは巻けるようにして、引くなって思った時はあれです。で、うん、そうそうそう、魚に近づいていく感じでファイトして。いいお客さんだからって、どいてくれるから。大丈夫よ、大丈夫よ。すいません。いいよ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 。あんまりね、高いところ登らん方がいいよ。うん、魚の向きが変わったら絶対低い方がいいから。そう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 、魚に合わせて、魚に合わせて。絶対そこの、その時に竿がブレるから、絶対ブレるから。いいよいいよ、こっち持ってきて、低いとこ持ってきて。いいよ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 、ゆっくりね、焦っちゃダメだよ。こっち低いとこ持ってきて。いいよいいよいいよ、気をつけてね。いいよ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 、ゆっくりでいいよ。竿を支えて、 OK 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 OK、 よっしゃ、いいよいいよ、ちょっと待ってね。はい、 OK、 よっしゃ、やったね。ドラグ、あ、ドラグじゃない、ごめん。はい、オッケー。やったぜ。これがサワラキャスティング。ねね、来ましたね。食ってくるでしょ。ジャークし、ジャーク、えジャークしまくりでしょ。ちょっとまだわからんで、わからんで。サワラかもわからんで。どうしような、魚の向きは。あ、まあまあまあ、まかなか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 、さっきみたいな。いいですよ、いいですよ。走らせるときは走らせて。ただ、竿は絶対、ああ。これやばいですね、やばいですね。やばいですよ、やばいですよ。いやいや、いやいや、巻きましょう、巻きましょう。ドラグはどうしましょう。こんなもんで。もうちょっと。1号ですもんね。ちょっとゆっくり行きましょう。ゆっくり行きましょう。ちょっと降りていく感じで。そうしましょう。
はい、あ、ここにちょっとなんかライン走ってます。あ、大丈夫ですか。ちょっとこっち行きましょうか。あ、まだかな。あ、いいですよ、いいですよ。ゆっくりで、ゆっくりで。一気に上げないようにせんと。いいっすよ、いいっすよ。姿だけでも見立ってください。ただね、もうバレても全然気が楽やけど、姿見る限りはちょっと。じゃあもう一回前行きましょうか。汗大丈夫？大丈夫？大丈夫？あー、な、何やった？何？あ、よかったよかった。あ、よかったよかったよかった。まあ、姿だけ見れない、はい、よかった。うん、すれかな。でもプラグで釣ったらね、プラグすぐはね。あ、こっちいいかな。こっち回ろうか。お客さんちょっと来てもらって。あ、その時、あ、触らんちゃうの。あれ、ちゃうか。あ、ちゃう。青や。あ、大きいね。大きいんや。引っかかってますか。ブリやブリ。オッケー。こっちでかかっとったよ。こっちでしょ。そうと、やっぱり、やっぱちょっとタックルが。そうですね。ちょっと申し訳ない。申し訳ないです。でも全然いいっすよ。下降りてもらって、よしよしよし、あ、ガブ飲みや。よっしゃ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 、オーケー。でかい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 。後ろも早い。おめでとうおめでとう、よかったね。おめでとう。もうブリなんちゃう。80ぐらいかな。あるあるある。ちょっと測ってみて。ちょっと待って、ちょっと待って、一回ここで測ってみようか。よったやん、でかいでかい。頑張ったで。5キロぐらいあった。これはルアーは、メガバスの X80 マグナム、ジャークして使う。あ、ミノらしいです。これはでも軽いからちょっと飛ばない。そうです、飛距離がちょっと近いんですけど。そうするとやっぱ1号を使っとんのも。そうですね。これ80。タックルと写真撮りましょうよ。はいはい、あ、巻いて。ちょっとカメラ持ってきます。ちょっと80。